ジスロマック SR 成人用ドライシロップ 2g。1回服用するだけで7日間効果が持続するように設計されている。アジスロマイシンとは15インカンマクロライド系抗菌薬である。アジスロマイシンは15インカンマクロライド系抗菌薬で分子量こそ785.02と14インカンマクロライド系抗菌薬と大差ないものの。 一般的な14インカンマクロライド系、抗菌薬とは異なり、人において半減期が長く、長時間体内に止まる特徴がある。人に 500mg を投与した場合には、半減期は68.1時間であった。これは15インカンに窒素原子が入っているという構造に由来すると言われる。エリスロマイシンのインカンに窒素を導入してインカンに変えた化合物であり、 窒素が入ったため、アザライドなどと呼ぶ場合もある。一方で、アジスロマイシンには、オートファジーの阻害作用が報告されており、脳法性繊症患者においては、マイコバクテリア感染症の罹患リスクを向上させる、可能性が指摘されている。また、他のマクロライド系抗生物質でも見られる、q t 延長症候群について、アジスロマイシンに対してもアメリカ合衆国の、 FDA は2013年3月12日に警告を強化した。アジズロマイシンに耐性を持たない細菌に対して用いる。例えば、ブドウ球菌族、連鎖球菌族、肺炎球菌、モラクセラカタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラニューモフィラ、ペプトストレプトコッカス族、プレボテラ族、クラミジア族、マイコプラズマ族などに用いる。なお、同じ族の細菌であっても、 体制を有している場合には無効であるため、注意が必要である。アジズロマイシンに感受性を有した細菌が引き起こした、心在性皮膚感染症、リンパ管、リンパ節炎、陰頭、高頭炎、変頭炎、急性気管支炎、肺炎、肺農用、慢性呼吸器病変の二次感染、尿道炎、子宮頸管炎、骨盤内炎症性疾患、副鼻腔炎、死臭組織炎、 破官周囲炎、学園、HIV、エイ d 患者の非血核性抗酸菌症などに用いる場合がある。軽症の呼吸器感染症に関しては、アメリカ合衆国にて 500mg3 日間が有効という研究があるが、クラミジア肺炎やレジオネラ肺炎ではより長期の投与が必要ではとの意見もある。アジズロマイシンを蛍光投与した場合には、 水酸化マグネシウムや水酸化アルミニウムを同時に投与するとアジスロマイシンの吸収が阻害されアジスロマイシンの最高血中濃度低下が起こる。またアジスロマイシンも他のマクロライド系抗菌薬と同様にサイプ 3A4 を阻害するため薬物相互作用を生じる。つまりサイプ 3A4 で代謝される薬物の代謝を遅らせてその薬物の残留時間を長くする。 可能性が考えられる。特に、アジスロマイシンは、半減期が長いため、影響が長く残る、可能性がある。ドラマ、アンサングシンデレラ第4回では、アジスロマイシンを12歳の体重換算だと3 0 0ラム程度が適切と思われる、小児患者に対して、医師が5 0 0ラムを処方しており、過剰投与で耳鳴りや下痢を引き起こす、可能性があるのではないかと。 疑義紹介をするシーンに引用されていた。ありがとうございます。